洛中のマスを踏破してボスマス。俺が道を作ってやる。早い人は課金して初日にゲットしてそうだな。課金さえすればそこまで僕に攻められたい大変じゃなさそうだね。あの近道ボンバーもできるし、なんだっけ抜け道、うん、東京23区抜け道マップみたいな資本主義これどこだっけ地域。はい、祖皇軍弾圧部隊撃破。次は自楽亭の内部。シュワー、やったー。一時騎乗しません。敵の撃破数は79で、このマップまでは、お、あ、そっか、おしゃべりタイム。はい、どうぞ。まだまだだな。そうか、越前みたいなこと言うな。呪楽亭内部への進軍を確認。呪楽亭の最深部には通常の城郭と同じく本丸がある。敵を排除し本丸を目指せ。はいよ。ここまでは好きに移動できるらしいけども、呪楽亭の内部に入っちゃうと出れないらしいので、このマスで十分な撃破数を稼いでおくってことだね。それでは呪楽亭の最深部目指してやっていきましょう。この時点で280ちょいあればいいらしいんだけども、調整ミスっちゃってこの辺りうろうろしてたんで、あ、行き過ぎちゃったっていう、少しもったいないことしたな。不意打ちさえ食らわなきゃいいさ。で、280ちょいあればその最深部行っても足りるぐらいらしいんで、ここボスか。ここはまだステージがあるよって意味合いで、うん、不意打ちさえ食らわなきゃいいさ。あくまで呪楽亭のこのステージのボスはここですよと。遠征部隊やっちゃって、まだ1周目だから余裕打ちですね。おっと、ローディング時間は余裕ではなかった。俺が道を作ってやる。撃てー。あー、全部へ行けなかったか。必殺資本主義アタック。僕に攻められたいの。はい、ここもクリアしましてと。ここん、これより先呪楽亭本丸へ行軍すると引き返すことができません。予定は敵撃破数にて行われます。敵撃破数を確認しましょう。なお敵撃破数は次回出陣にも引き継がれます。なるほど、一時騎乗しません。俺たちの乗った列車に途中下車はねえんだよ、某セブンな人のセリフをお借りしました。 BGM が止まった。またあいつの布をかぶった人のおしゃべりタイムか。もやーんとしてる。よくここまで来た。呪楽亭の中心部本丸だですね。最上階まで強力な敵部隊との3連戦となる。へえ。気を引き締めていけ。回復アイテムは途中使えるんですか。ピンクってる、淡いぜ色が。ボス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 なのかな、全部の色が。不意打ちさえ食らわなきゃいいさ。ちょっとだいぶ煙ってますけど、どうしたの、なんかぼやってない出荷元はどこだ。なんかこういう演出だからさ、すごくきついのかなと思うけど、やることは一緒だよね。まあ、かつ1周目だから商売上手ってのもあるだろうけど。こんなに近くに来ちゃったよ。それともあれかな、新イベントかつこういう物々しい雰囲気だから、あ、刺繍部隊、あね、死んだので守れなかった部隊ですね。資本主義は勝つ。なるほど、忘れてたけどここでもサイコロが必要になると。6、ここで6出てもな今のところで1が出てたらおうってなったけど不意打ちさえ食らわなきゃいいさ。そうで、雰囲気がこのイベントの演出でさ、すごく辛い戦いになりそうな気がするけれども、今までちゃんと育ててたサニワにとっては普通のイベントなのかね。やっぱ必殺
資本主義アタック。ダメだよその手で。やそうだよ。お、時間稼ぎ大体。へえ。じゃあこの後に控えてるやつが今何かチャージ中なのか。ま、余裕だな。ラスト。これより最後の決戦となる。ああ、最後のファイナルのラストの週のついの決戦ですね。心してかかれ。おう、やるの俺らだけどな。最後だったらもうちょっとでかくてもいいんじゃないかな。命が惜しかったらどきな。これぐらいに不意打ちさえ食らわなきゃいいさ。お、BGM がはっはっちょっとナルト味がしてきたね。これ間違えて、そいやそいやとか言っちゃうと途端にお祭りになっちゃうけど。おお、ボス感あるね。商売人アタック。僕に攻められたいの。どうだ。でもね、しっかりと聞くこともなく容赦はしません。終わっちゃうんですよね。ゾウリンゲン UFO 隊。どうだい、決まったろ。経験値はまあ普通だな。多いけど普通だな2倍キャンペーンになれちゃうとさ、そういう錯覚がね。政府から1回目の報酬が受け取り箱へ送られました。調査完了。状況終了。これより規則に従い評定に入る。あー、ワクワク。どうだろうどうだろう。模試の結果どうだろう。撃破数335体。最後のやつらが撃破。マサル。ありがとうありがとう。呪落帝中心部における強力な敵部隊との戦闘に勝利。また行軍中における敵の調査および排除について期待以上の成果。これ撃破数じゃなくて、実はね、素行も加味されてるんでしょ。例えばね、土足禁止のところちゃんと脱いで上がったとか、その脱いだ靴揃えておいたとか、トイレの使い方とかね、いろいろ多分チェックされてね、使う前より綺麗にがモットーでね、我々の部隊は進んでるんで。監査官としてこの事実を報告させてもらう。そういうとこちゃんとしてないと多分言う取れないんだろうな。ここに改めて本作戦における当初の成果を確認。以上、帰還せよ。ようやく帰れるぜ。まあ、常に本丸に、ま、会うことになるか。うん、常に本丸に帰ってたような気もするけど。政府から匿名調査呪落帝の調査報酬が送られました。はい、さあ来ましたぞ。あいつの正体は一体。綺麗、銀髪だ。俺こそが将棋が打った本家ヤマンバギリ。呪落帝での作戦においてこの本丸の実力が高く評価された結果、こうして配属されたわけだが、さてさて何ですか。わあへえ、ヤマンバギリなんだ。チャウィー、よーし、新刀剣男子、ようこそ我が本丸へ。ただね、うちの本丸に来るとね、ちょっとまあ通話儀礼がありますんで、早速ね隊長になってもらいますけども。ん、違うか、今の演出があったくせにこん中入ってるだね。ねいつものことなんだけど、なんか腑に落ちねえな。あー、かわいい、綺麗、かっこいい。任せておけ。何から見ようかな。まあとりあえず脱衣からか。では行こう。いや、行きません。敵に死を与えるために。まずね、この辺りかな。36、一面でよかったかな。偵察結果を。あら、
そこから判断。うるわしい。似合って顔だよ。余裕を持っておるな。まあその余裕な顔も引きつらせてやるぜ。待たせたな。お前たちの死が来たぞ。あ、これはダメだ。重傷になるパターンだ。いいぞ。切ってやる。楽しめそうだ。まずいです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 。とてもまずいです。つん。采配のせいにしても始まらない。采配のせいにしても。で、このイベント中に多分、まあ、ボスドローか次のやつで手に入って、で集合レベルも上げられるって感じなのかな。うまく見立ててほしい。なるほど。まあ一振り入ればしばらくはいいかなって感じはしちゃうけどね。死が来たぞ。切ってやる。引かれ。ここからは本気だ。後悔しろ。目がいい。デコがいい。ぶった切る。ぶった切ってーっていうコールが現れるかな。中傷になったら1の2あたりが、うん、ちょうどいいね。3だと闘争はげちゃったんで。皆の見せ場を取ってしまったかな。一人だけなんですか。せっかくなんでまずは畑当番から行かせてみるか。マンバと何かあったりするかな。うん。で、まあ他はもったいないけど、とりあえずこれで二人にはうんこ持ってもらって行ってらっしゃい。畑が俺を嫌っている。うん、なんか三つ畳みたいな感じだね、この内番が。インナーはまあいろんなところでね、ユニクロなりなんなりで手に入りそう。土いじりしていると雑念も吹き飛んでいくものだ。赤と青みたいな。おお、なんか対照的だね。ポケットモンスターでね、なんかサンとムーンみたいな。でもな、マンバ、でもマンバって言っちゃうとこっちもまんまだからどうしよう。まあでも相性としてあっちはまんまでこっちは長義って言ったりするのかね。うん、もうそれでイメージついてるから大丈夫かな。うん、まんばって言ってさ、両方振り向いたらさ困るけど、うん、大丈夫そうだな。マントの先っぽかっこいいなこれ。うん、でもな、元最初の方のまんば、あいつもあいつさんとは言い難い性格してたからな前。とりあえず直してあげよう。はい、ポケモンセンター入ります。これは少し休みをもらわないとな。少しね。記録を見せてもらおうかな。うん、見た？満足した？じゃあ次行くよ。いた。ヤマンバギリ長儀。備前おさふねの刀工長儀作の刀だ。俺こそが長儀が打った本家ヤマンバギリ。どこかの偽物君とは似ている似ていない以前の問題だよ。ですって。ここの切り取り線かわいいね。切り取り線じゃねえよって。すごいね、襲いかかるってよりかはもうボロボロで、でも真の力を目覚めさせ霊境しついで切りかかる、そんな感じだね。切れた時こそクールになるタイプかな。ニヤ、なんかにっこりと思いつつ、なんだろう、ちょっと見下し感があるのかな、自信たっぷりすぎるのかな。うん、ちょっと怖いね。うん、怖さというよりやっぱりその自信なのか、プライドというか。うん、でも真剣視察のこの目を見ると結構ね、なんかまあなんか手ごめにしちゃえばあとはおとなしくなるような。いや、なんでもないっす。モテるものこそ与えなくては。それはなんだよ、女の子にモテるって意味のかい。モテるものこそどうかしたかな。そんどうかしたかな。そんなにまじまじと見て、じーじー、さあどこを見てるでしょうね。どうかしたかな。そんなに、ま、
どうかしたかな、どうかした、どうかしたかな、どうかした、どうかしたかな。そんなにまじまじと見て。あれ、これだけあった。減るものではなし。そうだね減るものじゃないのにさ、なんか触りすぎだよって怒る刀剣男子多くてさ、ちょっと困るよね。髪型はいいな、これ。このちょっと足目感というか。記録を見せてもらおうかな。もう一回見よう。ヤマンバギリ蝶、備前大作根の投稿、蝶に咲くの刀。普通にこっち側をシュッてやってる感じか。蝶儀が打った本か、ヤマンバギリ。じゃあこの辺りは長さは多分同じくらいか、まあ、少し短めにして、似ていない以前の問題だよ。でこっち側にね寄せて、あのもうかっちりここら辺は固めてって感じだな。この内側スーツの感じがちょっと分かんないな。布かぶっちゃってるからな。図録、次の図録が出たら多分中身があるんだろうけど、まあでも普通の感じかな。黒ジャケ、うん、ちょっと見えてるから形はなんとなく分かるし。でこのタスキはジャケットで上にタスキシュッて入れて、このタスキ内側に入ってるよね。どこだろう、ここら辺にからピュッて流れてんのか、肩からもうちょこういう風にかけてるのか。あでもここら辺にも青いのも、これはあれか、マントの裏地か。あれでもここにこうつながってるから、どう変わってんだこの青いライン。服に ついてるだけ。いやでもこれベストの上んとここう来てるから、うん、ベルトはねどこにでもある形で優しいね。うん、でインナーのワイシャツもどこにでも売ってるから、ベストも結構代用できるだろうし、黒パンがね、うん、下半身と靴を、あ、どうにも代用できるじゃんこれ。細かいところもしかしたらねデザインあるかもしれないけども、パッと見は割とありふれたもので作れそうだね。なのでまあジャケットと布だね。あとこれはネクタイなのかな。あのここら辺にだけピョってある、なんだろう、スカーフというのか、なんていうかあれだけなのか、ネクタイじゃないのかな。下の方までピョロっていってる感ないかな。うん、で内側のこのベルトとこのタッセルも、なんだろう、これこのタスキカッコ仮がからの結び目からピョロッとしてんのかな。うん、へえ、まあでもいい感じですね何がいい感じなのか分かりませんけども。うん、でジャージ、髪型がいいね。うん、満足あとすることってあったっけ。まあ、イベント中はまだあの呪落亭を回ってってことだね。イベント達成任務で さ任務達成かな、このサイとかもらえるのいいよね。であとは集会の報酬として、敵に死を与えるためにと、これだね、勝利数、ボスに勝利数なんで、うーん、こんなにもあれかな、サイコロがな、小判で回復じゃないからね。なんかちょっと周回大変そうだな、周回というか進むのが。公式ツイッター特に何か変わりはないですか。刀剣散歩はおなじみで、この前誰だっけ、あの六つの神だっけ、いきなりおねえになってたよね名刺入れ、あらおしゃれ、オリジナル歩数計、タニタとのコラボかこれ全73振りすげえ、タニタすごいな。何が起きた、そんな感じかな。あ、で階層か、おや猫殺しくんそんなあだ名が。うるせえ、見知った顔でもお前には会いたくなかったよ。へえ、それはやっぱり
切ったものの格の差かな。わかるよ、猫とヤマンバではね。あ、ミオディスってるのかにゃ。そういう性格だからだ。にゃん。ああ、そうか。お前も呪いを受けてたんだ。にゃ。呪い？悪いが、そういうのとは無縁かな。何せ、化け物も切る刀だからね。猫切った俺がこうなったみたいに、化け物切ったお前は心が化け物になったってこと。にゃん。ゴビが猫になったまま凄まれても可愛いだけだよ。もう食べるにゃ。お次は、やあ偽物くん。こいついきなり開口一番みんな煽るね。写しは偽物とは違う。うん、これ極めじゃない時だったらあれかな、よりドヨーンとしてたのかな。もうね、うん布取れたからな、ポジティブだからな。こいつは俺を差し置いてヤマンバ斬りの名で顔を売っているんだろう。もうマンバっていうね愛称でたくさんのサニワに愛されてるよあ、なるほど、こういう形なのかな。あ、でもちょっと違うかな。まあでも似通ってるとこはありそうだな。名は俺たちの物語の一つでしかない。何？俺たちが何によって形作られたのか、それを知ることで強くもなれるけれど、もっと大切なことがあるのだと思う。もうさ、長義さ完全敵ポジだよな。何を偉そうに語ってるんだよ。お前とこうして向き合うことでまた一つ分かった気がしたんだ。なんか別のアニメ漫画だったら半身のような感じだねお前のことを分かった気がするんだみたいな、俺はお前を受け入れるみたいなね感じで真の姿になりそう。俺がいる以上ヤマンバ斬りと認識されるべきは俺だ。お前が御託を並べようとそれは変わらない。そうかもしれない。すまんな、俺もまだ考えている。こうして戦いながら。やっぱ極めは精神的に強えな。また話をしよう。くそ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 、何なんだよ。ほら、そんな美形がね、クソとか汚い言葉言っちゃいけません。ちゃんとね、おそまって言いなさい。で、通常のマンバともやらせたいんですけども、今手持ちにいないんで、うん、これはまた今度ってことにしておいて、なるほど、いると見れるってやつはこっちのことか。じゃあちょっと見ていくか。なるほど、ご活躍のようだ。へえ、これだけなんだ。なるほど、ご活躍のようだ。そうだね変わらねえ。掛け合いで一番セリフ数少ないか。あ、ちょっと吸い込んだ。って。うん？なんだ？見られていたのか。ちょっと変えてるね。経過報告、こうおつへ、うん、そこも変わってくるのか、再挑戦で。まあちょっと全部見てると時間があれなんで、掛け合いのだけ見とこう。
なんだと言うんだ。実力を示せ。何？がっかりさせるな。言われなくとも。気が合いそうだね。この同じようなトーンでの掛け合い。まだ指示でもあるのか。実力を示せ。何？がっかりさせるな。言われなくとも。今のがっかりさせるなの言い方は、おい、がっかりさせんじゃないよみたいな呆れじゃなくてさ、心配してる感のトーンだったね。お前の力そんなもんじゃないだろうって。評定書か。あ、有料か。そこだけ見よう。他のだとどうなんだろう。大体の人が言うとっちゃうだろうからね。状況終了。これより規則に従い評定に入る。ジュラク帝中心部における強力な敵部隊との戦闘に勝利。しかしながら、効果はあるのね。行軍中における敵の調査及び排除については不十分。残念。監査官としてこの事実を報告させてもらう。いやー、それはちょっと来年のお給料に響くんでやめてもらえませんか。戦術を練り直し再出撃せよ。で、ん？有料部下、部下。状況終了。これより規則に従い評定に入。本次行動は失敗。残念。監査官としてこの事実を報告させてもらう。戦術を練り直し再出撃せよ。って風になるんだね。こっちのも見れるのいいよね。うん。とりあえず普通に言うでクリアし、マサルでクリアしたんで全部回収できておりますと。で、あとは、うん、次回だな、あの通常マンバとの掛け合いは。ということで、また、ジュラクテ終わってからかな。またなんか動きがあり次第更新します。ということで、また次回。